調子の滝は、秋田県山本郡藤外町にある滝。滝壺の形がとっくりに似ていて、滝の水が注がれているように見える滝である。調子の滝は、滝壺の周囲全体に丸みがあり、昔のとっくりに似ていてそのとっくりに上から酒が注がれているように見えることから、調子の滝と呼ばれるようになったと言われる。また、先人たちは、滝口が突き出ていたことから、 包み湖の滝とも呼んでいた。滝の上流には、万岩ンンの鉱山や、付近には、化石入玉随々長石が産出され地質の、構成では貴重な地である。滝と深く関わりのある湯の沢神社の祭神は、不動明王で、解剖は不明だが、教法軍有機抜粋によると、湯の沢村提供年代1680年代開発14件と記されており、 温泉の発見と合わせその頃と思われる。明治初期、秋田藩市、石板大雪の伊豆縁沢の一節に、湯の沢の滝は、藤ごとにあり、恨みの非線なりと記述されている。滝の下に入ると岩に囲まれた滝の裏を覗くことが、できる。調子の滝にも、江戸時代の旅行家、菅井真澄が訪れている。その時に読んだ和歌、藤か繰り返し見る岩金にかかるも、 高き滝の白糸の火否が設置されている。ありがとうございます。